はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。やっていきましょう。ウィニングボスト9 2021です。ツイッチで配信行っております。いつも通りですね、ツイッチで行ってますが、このツイッチアカウントのフォロー、ぜひお願いいたします。 Please Twitch my account follow and chat comment please。アーカイブはYouTube で上げます。2日後に13日21時頃にアップロード予定です。プレミア公開いたしますので、ぜひ見に来てください。そして、YouTube のチャンネル登録、高評価もぜひお願いします。This live アーカイブYouTube My Channel 2 Days After Upload My YouTube Channel Subscribed and Good Button Please。 そして、旧 Twitter である X のアカウントを持っておりますので、ぜひ、アクセスいただき、アカウントのフォロー、リツイート、ツイートのいいねお願いします。ツイッター X アカウントウォッチ&マイアカウントフォロー&リツイート&グッドボタンプリーズ。はい、では4月の1週からのスタートですね。うわ、ノーザンファームの方がトップなんだ。あ、そう、金引きの分がこっちに入ってきちゃうからか。負けたくないですね。どれ、白尾イメージ。話だと圧倒的なのにな。じゃあ行ってみましょう。ネクスト、クイーンオブザターフステークス、天のジュピター一番人気です。そんなに差がないんで有利とは言えないですね。3歳以上なんで。どうなんだろうな。レース行きましょう。ロイヤルランドウィック競馬場 G1 クイーンオブザターフステークス、芝 1600m をマイル戦です。こちらオーストラリアのロイヤルランドウィック競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート、うん、さあ前に行くのはどの馬か。サマーレックスギニー前に行きそうです。インターバルシャック、それに続いています。さらにはキャビアトアモレッツァ、漆黒の馬体、テッサフローラ、その後ろインターバルシャック、先手を取りました。その後ろからはジャックピンキー、これに続いてサンクラシーク、ミヌノンミスワキ、すぐ後ろ緑の帽子、アマノジュピター、いい位置につけました。内からはディスキーリッジ、その隣にチューフェザント。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてインターバルシャック、ジャックピンキー、ほとんど差がありません。アマノジュピター、この位置から届くのか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はインターバルシャック、テッサフローラ、
その後ろジャックピンキー、その後ろ離れてサマーレックスギニー、リスキーリッジ、その後ろ。さあ上がってきましたね。直線コースに入りました。日本と世界意地のぶつかり合いだ。天野ジュピター、いいですねジュピター。だが内からサンクラシークが差し返せるか、無理だ。2着までか。サンクラシーク、この馬で決まりか。サンクラシークゴールイン。2着は天野ジュピター、3着にチューフェザント。勝ったのはサンクラシーク、見事な勝利です。惜しい。クイーンエザベスステークス、天野ブログ一番人気128。まあ120を超える馬はないんで安心は禁物ですが、勝ってほしいですね。レースいきましょう。ロイヤルランドウィック競馬場 G1 クイーンエリザベスステークス芝 2000m です。こちらオーストラリアのロイヤルランドウィック競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはキッチンシンガポール。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくキッチンシンガポール行きました。続いて前へ行くのは天野ブログ。もう一度先頭から先手を取ったのはアルビレオフレストン。その外からキッチンシンガポール、その隣にアイスエマ、すぐ隣にサクセスイヤーズ、サビジハッシュ、そのうちに続いていますバリークラウド、それに続きます。内からはセイファンキー、青の帽子、デイスティセンシビリティ、その後ろ並んで栗色の馬体、デリケートティマー、ニュースアナイブ、上がっていきました。その後ろからはパワフルキッシング、並んで古豪ソーレベランス、スプレンディドガイア、この馬もこのグループ、ブロンドコモーション、すぐ後ろ、その外にシャープドライヤード、一番後ろに天野ブログ。この辺りで各馬追い込みですからね。さあ先頭は依然として6番アルビレオフレスト、まだ粘っています。2番手はサクセスイヤーズ、アイスエマ、3番手天野ブログ、まだ来ない。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はアルビレオフレスト、間が空いてアイスエマ、サクセスイヤーズ、コースが空くか。ニュースアナイブ続いています。最終コーナーを確保して直線コースに入りました。日曜王者の争いだ。ここで先頭は天野ブログ、先頭に立った。2馬身から3馬身、あと 200m、 後続を大きく引き離しました。2番手はパワフルブログは強いな。天野ブログ独走、天野ブログぶっちぎりです。2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました天野ブログ。まさしく日本が世界に誇れる馬です。次は3連勝です。ダービー卿チャレンジ頭皮、片野松健登場、1番人気。クラブは混合歴史を思います。今年本命はマルカシェンクですか。2番人気ダイジェストいきましょう。中山 G3 ダービー卿チャレンジトロフィー、芝 1600m です。さあ直線に入りました。これからの勝負、混合力士を先頭、残り 200m を通過して一気に後続がやってきた。2番手は当選者の王、混合力士を先頭だ。混合力士を1着、2着にはどうやら当選者の王、見事に勝ちました。混合力士を片野松健、3着にとどまっています。なかなか勝てないな松健。大阪杯3頭出走です。そのうちの1番人気か3番人気を占めております。その中で1番人気なのが、大外天の世界に花ですね。 2.5 倍、天の小泉が 2.9 倍でそんなに差がなく続いています。伊坂さんのみ小泉で、他はみんな世界に花か。
と祭り田ゴッホぐらいですね、チャンスがあるのは。ではレースいきましょう。阪神競馬場 G1 大阪杯芝 2000m 春の中距離王決定戦です。春風香る阪神競馬場に早くもスターホースたちが集結しました。いざ古馬王道の主役をかけて G1 大阪杯まもなく発走です。さあ最後は大外枠の天の世界に花ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ先行争い祭り田ゴッホ前に行きそうです。凱旋キーライダーそれに続いています。さらには天の小泉10番アルキーバラッドその後ろ祭り田ゴッホ先手を取りました。その後ろからはゴールデンダリアその外にキングストレイルその隣にカンパニー天の世界に花いい位置です。内からは天のシャメール。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。ビータローザ上がっていきました。その外からウォッカ宝生シロッコそのうちに続いています。並んで漆黒の馬体ネバブションエリモスカイそれに続いています。黒の帽子スイフトカレントその後ろしんがりからブラックタイド各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過しました。少々スローペース後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身よどみのない展開になりました。先頭は依然として祭り田ゴッホキングストレイルほとんど差がありません。天の小泉3番手大外からピンクの帽子天の世界の花伸びてきた。後続も追い上げていきます。さあ先頭はキングストレイル祭り田ゴッホ続いています。間が空いてウォッカ第4コーナーをカーブしてさあ直線コースに入りました。天の小泉先頭外から勢いよくウォッカ残り 200m ウォッカ先頭だ。天の世界に花抜けた。2番手はウォッカ天の世界に花天の世界に花1着2着はウォッカ、世界に花にウォッカか。これが世界の実力だ。天の世界に花小泉が3着か。2着にクラブーバーウォッカを挟んで3着4着と締めております。 G は7連勝。小泉はこれからでしょうね。シャメールはちょっとやっぱり落ちるかな。さあ2頭だけか。桜花賞に天の椿三冠を狙い、牝馬三冠を狙う第1回目です。そしてゼニアッタがアップルブラッサムハンデに登場いたします。まだ4勝か。まあ万世とはいえ早く勝っておきたいとこですね。さあ煽り VTR です。桜舞う可憐な戦いスカーレット、お椿スカーレット一族なんだ。凱旋タラコもいるが断然天の椿が一強ムードとなっております。もうすぐ1500億ですね、資金も。白プランがホワイトプラン
全然売れてない。まずジュピターとブログは放牧か。ジュピターまだ4勝なんやな、厳しいな。マツケンは次は新潟大商店ですね。やっぱりなかなか勝てなくなってきてるよね。パワーがな弱いよな。日戦は長いな。ライダーズカップでも出してみるか。で、一方世界に花は大阪杯勝つことができました。まあ確かにあの宝塚っていうのは妥当なとこではあるんでしょうね。ビクトリアマイルって何か出るの？小泉、ジュピター、さくらと出んのか。ちょっと出る、だる、で、その中で出るわけにはいかんよな。敵が多くいそうなとこに出ましょう。こことかもな、全然出てもいいけどな。あとエスパンショーとか、エスパンショーでも誰か出たら勝てそうな気がするけどな。で、そしてで、世界に花の後は小泉か。小泉はビクトリアマイル。ビクトリアマイルって距離が微妙に短いな。ここに出してみるか、ゲームリー。新機種かな。で、そしてシャメールは4着。シャメールはまあもう無理だからな。確かに新潟大商店がいいかもしれない。もしくはまあそんなとこかな。ロー記念って打てもあるけどな。ロー記念出してみるか。で、想定内が、うん、新潟大商店。まあ国内で立て直すしかないってとこでしょうね。スマートハルコは5月2週まで我慢か。スマートハルコってまだ 2勝か、まあ、覚醒なんでこれに使ってしまうのはちょっともったいない。小泉あたりから圧勝してるのか。小泉つけにブログが5、ブログはついに5勝ですね。金車差を耐性した気持ちいいが遅め。
海外衛星持ってるからね、帝王賞なんか出さずに海外衛星したいとこですね。4週はアテネが出すから、んアテネ本当に C 機種じゃないとダメ、あーダメっぽい。竹豊乗ってくれるんだ逆に。いや、それなりにいいジョッキ乗せないとやばい、今は。うんうんうん、ボンバケか。セナ4番エレンとダノシャーク、次にやった最上位です。楽しみですね。馬の椿がやっぱりトップ。行きましょう、ネクスト。アプルーブラスタムハンデ、ゼニアッター登場、一番人気、最打ちですね。129、ドリームイングオブアンナがちょっと強敵だな、この中では。逃げ馬なんで、ちょっと警戒しないといけないかもしれませんね。レース行きましょう。オークローンパーク競馬場 G1、アプルーブラスタムハンデ。あと 1700m です。ごめんなさい。誤って電源を落としてしまいました。ウィニングポスト9、2021。では続きネクスト行きましょう。アップルブラプサムハンデ、ゼニアッター出場です。一番人気ですね。レースです。
だ。その後ろ、先手を取ったのはブルースクリスタル。その後ろからはにオフショアソルト、エイリーンズアドラブル。すぐ後ろ、内からはオーバースケートカリスマ、ビハインドザタームズ。そのうちに続いています。並んで G1 馬エントリーカリフォルニア、ゼニアッタ。後ろからこれに続いてレイテストバレー、最高ですね。レースを引っ張ります。すぐ後ろにローオール、少し離れてブルースクリスタル、続いています。その外にさあ残り 600m、 各馬第3コーナーに入ります。前はドリーミングオブアンナ、ドリーミングオブアンナ後続を引き離します。2番手はローオール、スピニングイベージョン。3番手大外から白の帽子ゼニアッタ、伸びてきた。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者の争いだ。カバを一気に打ち切ります。もう圧倒です。2番手はドリーミングオブアンナ、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はドリーミングオブアンナ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ゼニアッタ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。しっかり勝ちました。これはゼニアッタ将来明るいですね。次、大阪ハンブルグカップです。クラブは凱旋カリビアンですが、ちょっと厳しいかな。ちょっとダイジェストだけ見ておこう。さあいよいよ直線の攻防、オクトスルタン先頭、リードは3馬身以上、その差が広がります。凱旋カリビアン必死に追います。この差は果たして縮まるか。残り 200m を通過して、凱旋カリビアン後続を大きく引き離しました。いい素足で詰めてきたよ。オクトスルタン1着、2着頑張ったな。凱旋カリビアン3着にジャガーメイル、これは物が違う。オクトスルタン、さあ桜花賞です。天の椿登場です。1番人気グリグリです。おオディールが登場してますね。クラブはオディールと凱旋タラコも出走か。天馬ミッションか。まあ勝てるでしょう。母もしくは父親に生産した馬がなんか大きく混じるようになってきましたね。じゃあ行きましょう。レースです。阪神競馬場 G1 桜花賞、3歳牝馬限定、芝 1600m、 牝馬クラシック第1弾となります。3歳牝馬クラシックの第1弾、阪神競馬場に春の訪れを告げる桜花賞です。まだあどけなさの残る乙女たちが栄冠を目指して今年も阪神の坂越えに挑みます。さあ最後は大外枠の町金早手、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ花を切るのはどの馬か。シフェリア前に行きそうです。町金早手それに続いています。さらにはエイムアットビップ、前哨戦の勝ち馬スリッピンスーザン、その後ろシフェリア、先手を取りましたチーフズプリマ、それに続きます。内からはオディール、並んで13番ユフティーマイヤ、
エンマファイル、そのうちに続いています。白の帽子、サンズファンシー、その後ろ、その外にエンマミッション、その隣に凱旋タラコ、並んで6番エリモコリーダ、オリーブエリス、すぐ後ろ、内からはつなぐるルート。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。前はシフェリア、2番手はエイムアットビップ、マチカネハヤテ、3番手天野椿、この位置から届くのか。後続集団椿は大外です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。シフェリア先頭、外から勢いよく天野椿先頭、オディール追いすがる、残り 200m を通過して、先頭は天野椿、オディール、いいですね。天野椿差を広げる、まずは一冠オディール、天野椿強い強い、天野椿圧勝ゴールイン。2着はオディール、3着にチーフズプリマ、天野椿完勝です。束を寄せ付けない圧倒的な強さです。ウィニングランです。2着はオディールでしたね。すごいな、星4なんだ。お、直撃。今度は、え、サツキ賞出る馬がいない。なんでボバクラシックに出る馬がいないんだ。やばいですね。一番速い馬が勝つ。親子制覇。ディープスカイだ。2歳チャンピオン。いや、1頭ぐらいは出そうよ、せめて。まず、まあ当然オークスですよね。で、ゼニアッターどうするか。これで G1 5勝目となります。ヘアステークスはないですね。やっぱり G1 ですね。今は、5月5週以降かな。まあでもここだったら勝てるような気がするんで、しっかり出ていきましょう。ベイク、エアグルーヴ3区か。マノヤバンバが結構期待されてるんだ。ヘザ牧場ではアマノポケモンが、父はマノアイマックで、嘘でしょ。
ぱりディープスカイですよね。フルフェーブルロードかな。なるほど。さあ、メーカーズ46マイルステークス、天の着歌一番人気となります。113、一応トップではありますが安心はできないですね。レースいきましょう。キンランド競馬場 G1 メーカーズマークマイルステークス、芝 1600m マイル戦です。こちらアメリカのキンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線、綺麗なスタートを切りました。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。サキードローン前に行きそうです。オークサルベージ、それに続いています。さらにはカーディナルスラム、4番ジュークボックスディレクター、その後ろサキードローン先手を取りました。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。少し開いてヘイルトレインボー、天の着歌 B1 です。青の帽子ジレンマイベージョン、その後ろ、その外からフロジストンコロニア、その隣にフォーエバートゲザー、ホークジンクス、それに続いています。並んで10番オーダーシティレグス、リズミックタームズ、この馬もこのグループ。その横にフォーマルハウトヴィンテージ、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として9番サキードローン、上がってきましたね。ほとんど差がありません。オークサルベージ3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者の争いだ。乗ったまんま。最後の追い比べ、先頭は天の着歌、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。残り 200m を通過して、安全圏でしょう。フロジストンコロニア、これは強い。天の着歌、この馬で決まりか。天の着歌、ぶっちぎりました。段違いの強さです。2着はプロジストンコロニア、3着にフォーエバートゲザー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天の着歌、まさしく日本が世界に誇れる馬です。あ、初の G1 なんですね。着歌ガツン来た、お見事です。しかも海外遠征も獲得してしまいました。これは絶然有利ですね。さあ、アリントンカップ天の線の風登場、2番人気か、1番人気ダノンゴーゴーですね。線の風と一騎打ちムードかな、あとポルトフィーノか。先方はこのままでいいでしょう。ダイジェスト、阪神 G3 アーリントンカップ3歳芝 1600m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天の線の風、さあ今線の風が先頭ですが、3身以上、さらに突き放します。メジロマナーズ必死に追います。この差は果たして縮まるか。さあやってきた、残り 200m を通過して、あでも縮まらない SS さんは、でもあやばい、なんとか粘った。2着はダノンゴーゴー、3着にポルトフィーノ、見事に勝ちました。天の線の風、重賞8000杯かな。そうだ、 NHK マイルカップに出せるんだ。そしてサツキ賞です。クラブはキャプテントゥーレぐらいか。
黒三角、やっぱりディープスカイなんだろうな。そしてサブジェクト、ダイジェストいきましょう。中山 G1 桜花賞芝 2000m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。キャプテントゥーレ先頭、あと 200m。 キャプテントゥーレ意地を見せる。残り 100m、 いい素足、ディープスカイ差し切った。ディープスカイ1着、2着はアドマイヤコマンド、3着に大鳥で、ディープスカイ G1 の大舞台で見事1番人気に応えました。キャプテントゥーレは4着。そしてアンタレスステークス1番人気、天野瞳閉じて、天野ノートレも2番人気。瞳閉じてがグリグリですね。ノートレは白三角。他ランテローゼぐらいか。ノートレを先方変えられます。差しで行ってみましょう。ダイジェスト、阪神 G3 アンタレスステークスダート 1800m です。さあ直線に入りました。これからの勝負、ドンクール先頭、しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ、あと 200m。 ここで先頭変わって、ワンダースピード天野瞳閉じて、かわす天野瞳閉じてゴールイン。2着にはどうやら天野の打たれ、3着にワンダースピード天野瞳閉じて、見事一番人気に応えました。さあ6頭出走ですね。うち海外遠征が3頭、金シャサの奇跡、横山安城か。おリーロさん、2つ。イースターパーティー緑、iPod、 可能性はありますね。バカーレ、他見てみましょう。やっぱりキーシャサの奇跡か。ラモンティ、ダートは金引きりがトップですが、ミッドナイトリュートもそんな差はないな。ゼニアッタも差がないんだ。で中長距離は、なるほど、ブログ小泉なんだ。次がでは次、椿はオークスですので一周放牧しましょう。ね、春日が清流ステークスか。エネループフェイト、フェイト今週か。重賞制覇狙いたいですね。でキャンキャンが、キャンキャンもフローラステークスだけど、ちょっと喉鳴りもあって厳しいかな。いや、なんでこいつ出るんだ。いや出れないだろう。
はい、キャンキャン一周放牧。ちょっと良くないな。女子も上がりました。そしてゲド戦記が NHK マイルカップに出るようです。千の風が、あ、千の風だる出るんだ。ダービーに一周放牧しておきましょう。ブルースリーが京都新聞杯で挑戦。何、小泉がゲームリーステークス。安かれた9勝ですね。ゼニアッタが5勝。ビホルダーマイル一周放牧。iPod ちょっと調子が気になりますね。万能も、まあ安田は出ない。iPod は8勝です。ブログがタタソールマイル5勝、あと3勝。少しお待ちください。
はい、お待たせいたしました。ジュピター出るんだ。まあ出ていいでしょうね。勝負いきましょう。でフューソナーが、フューソナーあと2勝なんだ。フューソナーダドバか。まあ、セカチュウちょっと疲れが心配だよな。なのでこれを終わったら3周ぐらい放牧いきましょう。アテネはまだ1勝か、まあ、勝てるレースをしっかり勝っていきましょう。キンシャサの奇跡、が2勝しかしてないんだ。ちょっと疲れが心配だな。さくらも出るんだな。チタインヤが柏記念、笠記念を取っております。タワちゃんは長距離耐えられるので春天と宝塚に出走予定です。シャメールは、うん、まあしゃあないのかな。ナルオ記念、アグネスタキオン、あの一郎も評価高いな。最上位マツケン、素敵シンスケ君、タノフェイトがフローラステーク最有力ですね。ジェニー・ワイリーステークス、アマノハウルです。一番人気ハウルは127、110をなんとか超える馬が2頭外枠なんで、これは勝ってもらいましょう。レースです。キーンランド競馬場 G1 ジェニー・ワイリーステークス芝 1700m です。こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。エンデバースピードウェイ、好スタート。ブラブドネス先に、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくエンデバースピードウェイ行きました。続いて前へ行くのはブラブドネス先に、さらにはカタミアスタンプ、11番ユースダンバーニー、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先手を取ったのはエンデバースピードウェイ、そして大きく離れてタイディングスハード、この位置です。すぐ後ろにスリーウィッピー、その後ろにストリーミングキャリコー、その外からオーシャンズリランス、その隣にアンシェディッパドリーム、ルシルク、すぐ後ろ、後ろからの競馬になりました。アマノハウル、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。リアズプリンセス、そのうちに続いています。その後ろにプレザントバドミントン、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はグラブドネスサキン、グラブドネスサキン後続を引き離します。2番手はエンデバースピードウェイ、間を挟んでタイディングスハード、3番手日米王者の争いだ。グラクドネスサキン、さあ届くのか。
外からあでもバズリー来た内からも来ているが残り 200m を通過して先頭はアマノハウルどっちやな2番手はベンチュラベンチュラベンチュラ先頭はアマノハウルいや大激戦のゴール前貸したでしょうサイドこれは際どい勝負ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう逆転してますね勝ちました G1 3連勝となります負けてた結構投手とか下がるとこだった大舞台だ鉄砲はそんなにいらんクイーンエリザベス2世カップ刀アテネです2番人気1番人気はビバパッタか120バカーレがいるかなちょっとこれは不利だな頑張ってほしいけどちょっと厳しいですね祭りはゴッホもいます戦法変えられます先行で行ってみるかダイジェストシャティン競馬場 G1 クイーンエリザベス2世カップ芝 2000m です最終コーナーをカーブして直線コースに入りました日本と世界意地のぶつかり合いだバカーレ先頭不利ですね差を広げにかかります残り 200m 先頭は依然としてバカーレ2番手はビバパタカバカーレ先頭バカーレ先頭だバカーレ3着です2着はビバパタカ3着に肩のアテネ勝ったのはバカーレ見事な勝利ですシャーマンズスプリントプライズキンシャサの奇跡1番人気140-120いってる馬がないので抜けてますね しっかり勝ってもらいましょうレースですシャティン競馬場 G1 シャーマンズスプリントプライズ芝 1200m 電撃戦ですこちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えしますいよいよ発走ですスタートしましたタングルドカール好スタートを切りました綺麗なスタートを切りましたダッシュよくタングルドカール行きました続いて前へ行くのはフェルサリーゲイルさらにはウィングルック12番チャドターンズその後ろ先手を取ったのはタングルドカールそして大きく離れてベルデイルファミリーこの位置です内からはエイティリバースその外からチックアンドフォルテその後ろからはライクダイアトムウェディングマリーンそのうちに続いていますその外にジョイフルウィナー最終コーナーをカーブしてさあ動きがちょっと鈍いが日曜王者意地のぶつかり合いだタングルドカール先頭ジョイフルウィナー上がってきた金車さんの奇跡かかります内で食い下がる金車さんの奇跡残り 200m ジョイフルウィナーしかし差が詰まるのか金車さんの奇跡迫るジョイフルウィナー先頭ダメだ粘られたジョイフルウィナー1着2着は金車さんの奇跡勝ったのはジョイフルウィナー見事な勝利です負けてしまったキザレベルはアップシマ牝馬特別、テームプリキュアですねクラブは大逃げかダイジェストいきましょう福島 G3 福島牝馬ステークス牝馬限定芝 1800m です短い直線に入って後続は届くかどうか山にアクトレス先頭内からぐんぐんとアグネスファティマ先頭2番手はメジロヒロインなんかアグネスファティマ先頭だアグネスファティマわずかにアグネスファティマ体勢有利そしてフローラステークス型のフェイトです5番人気ちょっと人気ないな1番人気はウィンドセントラル
ストリックスタークラブ馬ですね。ダイジェストいきましょう。東京 G2 サンケイスポーツショーフローラステークス3歳牝馬限定芝 2000m オークストライアルとなります。さあ直線に入りました。これからの勝負、セーフリート先頭、外からカタノフェイト先頭、フルーズフェイト先頭に出たが、ウィンドセントラルまだ後ろ、叩き合い追っています。残り 200m 先頭は依然としてカタノフェイト、2番手はウィンドセントラル、カタノフェイト、この馬で決まりか。先頭はカタノフェイト、1着でゴール、2着は微妙です。やりました。カタノフェイト見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。三浦構成ですね。お、キザレベルアップです。ん？資材性のある客室、グッとくるスピード、マイラーズカップ肩の松剣です。一番人気トップガンジョーが本誌本命ですが、最有力とはなってますが安心はできないですね。素敵しんすけくん、それからオリーブ風船か。ダイジェストいきましょう。京都 G2 読売マイラーズカップ芝 1600m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。素敵しんすけくん先頭、しかしその差はわずか、粘り込めるか。残り 200m を通過して、ここで先頭変わって片野松剣、2番手は素敵しんすけくん、引き出しました。1着、2着にはどうやらオリーブ風船、3着にトップガンジョー、片野松剣見事な勝利です。あ、これ天皇賞だけか。さあ春を天皇賞の煽り VTR。 伝統の春の盾七冠馬、おお、タマちゃんトップ一強ですね。タマちゃんのタマちゃん、うん、調子いいですね。シャメール金引きも放牧させたんか。金引きでは15勝なんで、いや、ヘアステークス言ってるけど本当にヘアステークスいいのか考えどころ。1500の2300だからな。メトロポリタンハンデか、まあ、賞金稼げるからな。これ出してみるか。まあ安藤騎手でいいでしょう。このまま行きましょう。世界に花。山の桜、金車さん及ばなかったな。
これヘアステークスか、次。ビクトリアマイルにジュピター出てきます。ジュピター4勝か。ラリーステックス取ってるんですね、セカチュウは。がマイル戦か。まあいいと思いますね。アミーゴ発祥か。健康度が G プラスってひどいな。これで、G1 初めて取ったのか。ダートもまあマイルのダート戦かな。なんでこう、小泉がゲームリー。小泉8勝あげたんですね。記念いいですね、調子上がってます。ゲド戦記も調子がいい。千の風がアーリントを勝ってダービー。ダービーの距離増減だからな。何かあるのか。ここ出してみるか。間違えた。一周放牧。椿は2冠目を狙います。
キャンキャンが早くも重症制覇を目指しますね。ん？でもね、ハニカミがデビューっていう感じです。さあこれから種付けに入ろうと思います。タイヤメジャーですね、期待は。玉ちゃんがトップ、次が名称サムソン、イカポップロック。さあ牧場を見るか。さあどうするか。ですね、やっぱり。あ、でも1頭しか選べないんだ。遊戯王では種付けいたしましょう。今年は若い順からつけますか。まずてるてる。あ、そうだ、絞り込み設定をしないとね。インブリードかな。インブリード全兄弟はなし。まあ B ぐらいまでだったら OK かな。ソングオブウィンドかトップは。レゼニシが良さそうですね。健康面が気になりますね。やってる健康面、まあ、プラス3でなんかすごい気になってんだな。あーなるほどね、これつけてみるか。大メジャーが20。スマーティージョーンズつけてみるか。デゼニシー良さそうな気はする。単純に言うとアグネスデータもいいけど、ここデゼニシーつけましょう。キューちゃんトップは AP インディーですね。ダントツかな。マインシャフトもいるが AP インディーですね。三冠馬同士の配合、馬のアイモード、マインシャフトか、お笑い配合。トップはフラワーアリーですね。アリレオランプメモリーつけてみるか。で、アグネスデータがトップ、大舞台もつきます。あーでも iMac の方が良さそうな。イチローもリアップも並んでるな。リアップつけたろうか。でデゼニシーがトップだけど何もないんだよな。ザールとかエディントンとか
エディントンつけてみよう。おっと、レッツゴーターキーなんですね。お笑い配合、レッツゴーターキーでいきましょう。そしてアグネスエータルですね。トップはただ数字で言うとカリスマがまあ しついてるよね。内枠悪くない。ロブロイもいいですね。カリスマ行ってみますか。そしてトゥーザビクトリー、すごいな、3つあるんだ。これしか選べないやん。マインシャフト、メリーブラッサム、遊戯王かな。遊戯王行きましょう。マネのプシス、玉のアイマックですね。あ、遊戯王もいいですね。うん、金亀をまあよし。でもまあアイマックですね。ソングオブウィンドか。 2.5、 うん、ソングオブウィンドかな。ドーベル、シーキングザゴールドが強そう。ブライアンですか、トップは。いいですね、2か。ビートフォローもいいですが、タイムパラドックスもいいな。あ、でもヨハネスブルグが良さそう。いや、マインシャフトか。マインシャフトですね。マインシャフトみんないいな。これはこれつけないとダメですね。ヤリー道路はカリスマが良さそうな気はする。スペっていう手もあるけど、カリスマつけましょう。でクラブ馬です。続いてはサイチパンドラから、山のアイマックか、山のイチローか。マックつけましょう。ミスチルが23。ファンブメモリーいいですね。ダイワメジャー悪くはないかな。お、ベイブレが2だ。ベイブレつけましょう。そしてシーザリオ、パブメオリがトップ。
ブライアンもいますがね。あーでもデゼニッシが良さそうだな。あユニバもいいですね。デゼニッシとユニバほとんど変わらない。おーすごいな、シーキングザゴールド。これつけも。で、ゼニシーかな、でも。ライラプス。やっぱ遊戯王だな。でも、バーの方がいい感じ。ん？何？レッドクラブス。つけましょう。大事にしたい。タイタニックが良さそうだな。あでもバンブーメモリーですね。まあいいんじゃないでしょうか。ローレルは何もない。ちょっと落ちる面もある。テストしか 1.5、 まあ、こっちかな。サプライズ、32だけどな。アドマイアドン、差はありますね。まあ、ヨハネスブルグで行きますか。エアトゥーレはディープインパクトをつけます。マノデゼンシーか。マックがトップだが2、ヨハネプスブルグかな。ディープつけましょう。選手が 1.5、 アドバイアムーン良さそうだな。ファストフレンド、レッドクラブズ。すげーはレッドクラブズだが、ロブロイの方が良いのかな。悩むな。ロブロイ行きましょう。ケマーチ2か。うん、まあガリレオでいいでしょう。で、早熟だっけ、流行だっけ。早熟だよな。ティンバーカットリー、うん、ドロップキット。フライヤーレモンドロップキットで、あとちょっと待って、健康面が気になりまして書いてる。ブライアンで行こう。
タグラ、ドンタコス、あれは確かにいいんですけどね。以前マスト面白そうなんでつけてみましょう。どうっすね、スマーティ・ジョーンズ、エンパイアム、レゼンシー行ってみるか。と谷のシスター、お、これはすごいな。マインシャフト、マインシャフトにしましょう。これはもうディープインパクトしかないです。ピアハイジはローヤーローンがトップ、ガンビット。ヨハネスブルグもいいですけどね。ヨハネスブルグかな。オクトベガ。いいんじゃないでしょうか。Sグループの方が。スペが 1.5。スペ入れるやったらタイタニック入れるけどな。まあでも耐圧強しでいいと思います。だいぶ所有馬をつけることが増えましたね。じゃあ行きましょう。この週までかな。お、凱旋ハンカチが勝ちましたね。柏記念天の勝ちタイヤ一番人気。となります。レース行きましょう。船橋競馬場 JPN1 柏記念ダート 1600m です。地方交流重賞、3歳限定だったよね。こちら船橋競馬場から交流重賞競争をお伝えします。3歳限定じゃないわ。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。まずは先行争い、何が花に勝つでしょうか。ハートオブテンプル前に行きそうです。天の勝ちタイニア、それに続いています。さらにはキャピタルブラビ、8番ブルーコンコルド、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナーに向かっていきます。大方の予想通り先頭に立ったのは天の勝ちタイニア、その後ろからはコスモバルク、少し離れてカンタドダスター、続いています。内からはワイルドワンダー、その外にパーソナルラッシュ、その後ろにバンブーエール、その隣にシーチャリオット、クリスタルショア、すぐ後ろ最後方にノーザンパーチ、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。 G12勝、天の勝ちタイニア依然として先頭です。さあ先頭は依然として3番天の勝ちタイニア。お、差を引き離すか。後続を引き離します。2番手はコスモバルク、
キャピタルブラブ3番手短い直線に入って後続は届くかどうか、馬の勝ちタイヤ先頭粘る粘る3馬身から4馬身のリード、ブルーコンコルド必死に追います。この差は果たして縮まるか、馬の勝ちタイヤ勝ちました、馬の勝ちタイヤ強い強い、馬の勝ちタイヤ圧勝ゴールイン。2着はブルーコンコルド、3着にワイルドワンダー、やはり中央の馬が強かった、勝ったのは馬の勝ちタイヤ。交流重賞を獲得か、次です、青葉賞です。クラブは凱旋ワンセグ、登場ダイジェストいってみましょう。さあ直線に入りました、これからの勝負、アーネストリー先頭、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか、レインボーペガサスまだ後ろ、懸命に前を追っています。残り 200m、 ここで先頭変わってマイネルアリアンス、マイネルアリアンス先頭、マイネルアリアンス先頭だ、マイネルアリアンス、マイネルアリアンス1着、2着は凱旋ワンセグ、3着にレインボーペガサス、マイネルアリアンス見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。そしてスイートイッピーステークス、クラブはマイネーレーゼルが2番人気です。1番人気はムードインディゴ、デックシュープリームが3番人気か、ダイジェスト、東京オープン特別スイートイッピーステークス3歳、牝馬限定芝 1800m、 確かこれもオークストライアルだったはずです。さあ直線に入りました、これからの勝負、東海タームズ先頭、1馬身から2馬身引き離す、テンマテューズデイ2番手、手応えはどうか、外からエイシンキャナン、残り 200m を通過して先頭は変わってマイネレーゼル、2番手はムードインディゴ、マイネレーゼル先頭、先頭はマイネレーゼル1着でゴール、2着はムードインディゴ、3着にエイシンキャナン、マイネレーゼル見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。クラブはマイネレーゼルが勝ってくれました。そして天皇賞春です、天の玉ちゃん登場です。1番人気ですね、玉ちゃん、クラブ馬はいろいろ出るけど、ま、対抗は名将サムソンですね、とアイポッパー、デルタブルースあたりか、さあレース行きましょう。京都競馬場 G1 天皇賞春、芝 3200m、長丁場の長距離 G1 です。私天の玉ちゃんは制することができるのでしょうか。現役最強の座を求めて京都競馬場に東西の有力馬が集結、その栄冠をつかむのは歴戦の実力馬か、それとも新勢力か、小馬の最高峰レース天皇賞春の発走です。さあ最後は大外枠のポップロック、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました、牧畑サイボーグ、好スタートを切りました、綺麗なスタートを切りました、ダッシュよく飛び出して牧畑サイボーグ鼻に立ちます。その後ろからはデルタブルース、この馬も上がっていく構えです。オリーブ風船、どうやら後方からの競馬、もう一度先頭から先手を取ったのは東海トリック、1周目の第3コーナーに差し掛かりました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。牧畑サイボーグその前に進出、間が空いてエルサイレンス、
そしてやや離れて凱旋リベンジ、内からは浅草キングス、その外からデルタブルース、ピンクの帽子ポップロック、その後ろエアジパング、その内に続いています。緑の帽子天野玉ちゃん、いい位置につけました。並んで12番エアシェイディ、その外にスリーシューズ。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過していきます。すぐ後ろにアイポッパー、内からは名将サムソン、さらにはマイネルキッズ、その隣にエンマムーブメント、すぐ隣にアドマイヤ富士、アドマイヤモナーク、すぐ後ろしんがりからオリーブ風船。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。6番牧畑サイボーグ、レースを引っ張ります。2馬身から3馬身のリード、少し開いて東海トリック、並んで14番エルサイレンス、少し間が空いて浅草キングス、その外に凱旋リベンジ、並んで前哨戦の勝ち馬ポップロック、スリーシューズ、この馬もこのグループ。さあ勝負どころ、京都競馬場3コーナー、坂の上りに差し掛かりました。坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。さあ先頭は依然として古豪牧畑サイボーグ、2番手は東海トリックエルサイレンス、3番手最強王者天野玉ちゃん、まだ後ろ。この位置から果たして届くかどうか。さあ勝負どころだが、上げにかかります。さあ上がっていった牧畑サイボーグ、4コーナーをカーブして、さあこれからです。牧畑サイボーグ、さあ先頭をかかう勢いだ。前に迫る天野玉ちゃん、ここで先頭変わりました。先頭は天野玉ちゃん、残り 200m を通過して、うん、2番手は東海トリック、とてつもない強さ。これは勝ったでしょう。先頭は天野玉ちゃん、1着でゴール、2着はアドマイヤモナーク、3着にアイポッパー、これが三冠馬だ。天野玉ちゃんやってくれました。天野玉ちゃんウィニングランです。さあ大量出走ですね。これは次回にしときましょうか。 HK マイルカップに天野ゲド戦記が出てまいります。温泉かサイロか、サイロ行こう。
さあ、天の玉ちゃんがまず取りましたが、宝塚記念ですね。このまま行くと、コロネーションなんか出してもいいかもね。あとはゴールドカップか。ちょっとでも距離がな。勝負です。一方勝ちたいんやは、ここしっかり柏記念取ることができましたが、天王賞か。次はまあ順当かな。ゲド戦記は2番手か。ディープスカイの方が上。ディープスカイってでもサツキ商売じゃないの。スマートマルコ、中止を守護は見てみよう。種付け数とか書いてないのか。スペシャルウィーク3位とか5位か。ここだな。で、全身も25頭。タプナースシティが49頭か。ディープインパクト49。ちょっとアドマイアムーンはとなってますね。はい、ということでここまでです。はい、見ていただいてありがとうございました。途中すいません、一回謝って、パソコンの電源切れてしまったため画面が薄くならなくなって申し訳ないです。ということで次回は5月2週から始めていきたいと思います。ぜひまた見てください。今回ツイッチで配信を行いました。ツイッチのアカウントフォローぜひお願いいたします。プリーズツイッチマイアカウントフォロープリーズ。またこの動画は YouTube で2日後13日午後9時21時からプレミア公開で、動画をアップロードいたします。ぜひ YouTube もご覧ください。そして YouTube のチャンネル登録高評価お願いします。YouTube マイ、This Live Upload Two Days After YouTube My Channel Subscribed and Good Button Please。 旧 Twitter である X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、ツイートのリツイート、いいねお願いします。
ツイッター X アカウント、マイアカウントフォロー&ツイート、リツイート、アンドグッドボタンプリーズということで、ウィーニングポスト9-2021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。